行ってなかった。行ってない。トネカ専攻行ったのね。中学のね、1年生ぐらい。どうせそんな感じで来てるね。なんだろう。そういう感じで来てない。近くでやってる。質問いいですか？いやいや、なんか結構そう入れ墨入ってるじゃないですか、それ一発目、いつどこに何入れたんかなって聞いたところどうしますか？いや、僕覚えてないな。腕とかさ、自分にね、中学校の時の先輩がミニオクのモーターで入れ墨の近いみたいなサイドしてつけて、それでこれこれでみたいな、ガチャ持ってくださいって言って、3万ぐらい渡して、それが最初で何歳ぐらいです？いや、もう13とか。 13? 早すぎや、15歳。え、一緒に温泉とか行きたいの？早いですね。いや、15ってすごないですか？15は、13ってやばいな。13っすよね。今はですね、そこれはでもやばいやろ。今のはやばいや、そんなあ、でもちっちゃくまんじたか書いてる子は多い。あー、確かに。いや、なんかその星をこう、てんてんてんみたいな。そうです、そうです。あれ、懲役袋じゃないの？少年院、なんか出た、その失格しみたいな。うん、そういうとこ普通におるけどな、最近行ってないのに、ちょんちょんちょんってやってるやつが多いっすよ。何だとか見るよね。ああ、ありますね。義務教育とかでちゃんと受けてたんですか？いや、受けないよ。あの、戻れたら受けたいですけど、あんまりそういう何歳の子とか行ってなかった？行ってない、行ってない。10日前後行ったのからね。いや、もっと行け。中学のね、1年生ぐらいまでは新宿の学校にいたんですけど、2学期ぐらいで飛ばされちゃって、人とか友達が変わるから、ね、行きたくないじゃん。ああ、学校があって、うん、意外と寂しがりやないや。うん、まともやな。考え方も。あのレイコさんとの馴れ初めとかに。あ、それはマジで聞きたいですね。あれね、新宿2丁目ってあるの。あ、はいはいはい。飲み屋街なんですけど、はい、俺も酔っ払ってて、当時お酒飲んでて、はい、どっか飲み屋でお店探して、で外でちょっと違いみたいなのがあって、バーって飲んで、どこの店行くかなって、俺ドボロしてたら、バーンって肩ぶつかられて、キャンつって、でそれから今の使うんですよ。運命的。え、その時はもう変わりだってか。あいつです。バンドマンと思われて。あ、なるほどね。そんなファンキーのバンドマンおらんけど。逃げられなかったんですか？いや、あのね、ぶつかって転んだって確かに。え、嫁さんがぶつかって転んで、はい、大丈夫っつって、で、ちょっと今急いどんで、はい、あ、関西人そうね。あ、大阪だったみたいな世間話から始まって。その当時、純子君は一人これちょっと、タメ口じゃなくて。あ、なことない。いや、なんか、タメ口っていうか、その、純子君って何も、あの、写真が出てます。いや、それはいいですよ。仲間じゃん。仲間じゃん。結構あったってるな。僕もこんな仲間じゃん。幼馴染みたいな。あ、それちゃうやん。やばい、言い過ぎやん。はい、すいません。幼馴染みだったっけ？そんな感じの感情でいてますけど。真逆の育ちしてますよね。確かに。あ、なんかちょっと変わったやん。いやいやいや、なんかやばい。もっとさ、もっとなんか俺可愛らしい、なんかベビーフェイス。ですよね。みんなのラーメンみたいな感じだって、みんなの弟みたいな。やっぱでもやっぱ DX でバズって、ちょっと強くなっちゃった。はい、声かけられるものにもあって、人気になってちょっと勘違いしてましたね。勘違いしていいけどね。人は電話やもん。もっと可愛らしかったね。電話やもん。いやいやいや。そのキャラでやってるの？いや、別に変わってないと僕は思ってるけど。大御所みたいになっちゃって。いやいや、全然そんなことないですよ。ラーメンチャンネルみたいになって。いやいや、全然全然。そんなこと全くないですけど。でも、ジョリーさ、まあ、ラーメンの師匠、先輩で終わりやんか。はいはい。チャンネル上は。はいはい。もう、いやまあ、ジョリー君も言ってた通りじゃないですか。最近まあちょっと DX でまあ顔色黒くなってね。でもちょっと腕出した。腕出した。だいぶ。フォロワーのあの数も身長じゃなくて増えてますから。何人ぐらい？増えたのでも2000人ぐらいっす。え、それ。え、そうですって。2000フォロワーぐらい。生きがい推奨なんですよ。全然全然そんなことないけど。2000人は僕のこと認知してくれたことだから、ありがたいことだ。それはだってラーメンじゃなくて、アンポルケアの名前じゃない。どうなの？そうなのかな。バーがなんかテレビに生意気なら打ち込んでるような回見てるから、あ、どうせそんな感じで来てて、ね、なんだろう、さっきから今そういう感じで来てんじゃない、近くでやってんの。え、ちゃう、全然。そう、本当にこんな感じになっちゃったの。カメラとかもいいよと思って、こんな感じになっちゃったの。お母さんの前で頑張ってやってもらえた。はい、どうな、体
感動してさ、泣いたりしてるんだ。あ、どうなんすか。え、こんな感じで撮ったっけ。そうっすね。すいません、すいません、タメ口のキリです。怖すぎるでしょ、目が。そう、すいません。そうそう0.5 秒ぐらいでさ、なんで言ったよ。どうも。そうあ、僕、大前提でも、僕、昨日上この動画がいいなって思わんかった人は高評価よろしくお願いします。この動画を見てジョリのこと気になった人はチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。本田が専門行こうとしてる。どこからなの？別にどこでも踏める？踏もうと思った。私なんかそのどこを踏んでほしいことなの？え、何の話今。私の枠ってド M 多いとは思ったんだけど、踏む話したしたらもうそれこそド M 枠なんだよ。眉毛半分。あ、目の乾燥えぐ。今日いいよね、ほんと。話しかけてくれればよかったのに。これさ、ゆりの定期みたいな感じでさ、話しかけてほしいんだよね、結構。は嬉しいってなるんだけど、いざ話しかけられ、話しかけられる前の顔がふてこすぎ問題。めっちゃ不機嫌そうな顔してんの。けど全然不機嫌とかじゃないから話しかけてくれれば、にこやかに接するよ。でも大体ね、ゆりがジョリー君と歩いてる時にジョリー君に話しかけるからさ、ゆりのことなんてなんか見えてないのかなぐらいにしかも、もう眉毛濃いしさ、どうやったらこんな濃くなるわけ？やばくない？なんか、人面剣張り。眉毛の濃さが。でもね、今からね、携帯カバー見てました。携帯カバー見てない。それは見てない。それは私じゃねえな。あれ見てました、ワンピースカード。お、いいね、いいね、いいね。今日はうまいぞ。あ、全然、写真は、撮るよ。だから、よかったら、写真撮ってくださいって言われたら、嬉しそうな顔でより撮るよ。なぜこんな眉毛が濃いんじゃ。でも今から目も濃くするから結局濃くはないんだけど、黒い服、あ、これだ。これだ。すっぴんに、すっぴんだったんだよ。清水にあげて喜ぶの。清水ね、夜で結構働いてた時期もあったんだけど、プレゼントをもらったの人生で一回しかなくて。それも、なんとなんとなんと、なんと、テキーラって。人生で初めてもらったプレゼントはテキーラで、それ以降一回もプレゼントをもらってません。もらったものといえばエンジェルの箱。まあ一番嬉しいんだけどね。飾れるし。はぁ、手についたもんよ。ゆりってほんと化粧向いてないわ。なんなんだろう。向いてなさすぎた、普通に。ジュリーさんからもらう、もらってないと思う。親以外にさ、なんとかプレゼントですとか言われてさ、もうラオコちゃんってなくね。昔付き合ってた彼氏、あ、一回だけお返しで、コーチの香水くれた男の子いたの。難しい。もう連絡全然取れてないけど。うん。悪くないんじゃないかな。ちょっとなんか下が不安としてんな。身長高いね、確かに確かに。そう、ジョリー君のマネージャーです。今真剣に、眉毛整えしてます。うん、いいね、いいね、いいね。
あとこのアーチ型っぽい自分の眉毛を直したいんだが。はぁ、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 いい、もういいんじゃねえもん。あ、直ったね。まっすぐまっすぐ。ジュリー君は強いですか？え、強いんじゃない？わかんないけど。私、格闘技そんな詳しくないけど、それは強い人ってこの世の中にいっぱいいると思うの。だけど、努力してますかって聞かれたら努力はしてると思う。一概にめっちゃ強いとは言えるもは言えないし。努力は誰にでもできるからね。見て髪の毛とこのもっさもさ具合。やばいね。やっと眉毛できた。タトゥー入れないですか？どういうこと？なんで？トゥワイスだよ。トゥワイスあんま知らないんだよね。ミナって子いるよね。女の子。あの、日本人の子。この子かわいい。と思いながら見てた。目の乾燥がすごい。どこも行かなーい。清水やん、清水だよ。剣ありがとう。なんだっけ。眉毛って大切。いや、全剃りにワンチャンしてもいいかなと思うんだけど、なんか化粧してる時になかったら大変でしょ。いいだろ。